はいどうも VIP です。やってきました VIP です。よろしくお願いします。 VIP です。ということでですね、本日なんですけども、ちょっとねまだ使ってみた動画ということで、リアタイの動画が続いてるのかな、どうやろう、この動画いつ出してるかわかんないんですけども、本日ねリアルタイム対戦がねちょっとリセットされた、シーズンがリセットされたんかな、ちょっとね見てみましょう。はい、ということでね、プラチナ3は、ゴールド1からのスタートで、あとは何やったっけな、まあ、あとは多分お知らせに書いてると思うんですけども、とりあえずねリアタイがリセットされたということで、リアタイの動画一発目に出したいと思います。で本日ね使う選手なんですけども、こちらです。はい、宮西選手ですね。はい、宮西選手、まあね宮西選手ね、ゲットしてから結構ね長い間ずっと継承してなかったんですよ。リアタイでよく使ってたんで、ただねちょっともうこのタイミングで継承して一気にレベル上げました。で特殊能力も対ピンチ切れ伸びと、で何が強くなったかというと、まあゲットした時にも言ったんですけど、制球がね A に乗ってます。宮西投手もうね、宮西投手って制球がねちょっと難があったんですよね、ゲーム内ですよ、ゲーム内で、ね、制球が難あって結構ね狙ったところに行かなくて打たれる、スラムが打たれるっていうパターンが多かったんですけども、まあ、今回制球が上がった。ほんでねスタミナもね確か D から C になってるんですよ。これもでかい。もう宮根翔士5球投げたらヘトヘトやったんですよね、中継ぎで。うん、ゲーム内でよ。うん、もうこういうの言っとかんともうガタガタうるさいからさ、もうでね服の裾が出てます。はいそれはどうでもいいそれはどうでもええわ。服の裾よう見たら出てるやん、これ今気づいたわ、面白。まあね早速ねちょっとね対ピンチがね発動したところで使わないと、正直と宮西投手って打たれるイメージがあるんですけども、まあ、今回はねちょっと2回からできたら継ぎたいと思います。まあ、ゴールドランクにもなってますし、まあ、ちょっとどんなもんかね試してみたいと思います。はい、では行きます。1位来てんけど、え1位来てんけど、あ俺も1位やん、えどういうこと、え1位 versus 1位、許さない versus 許さないみたいな、なんか田中みな実のなんかね TikTok でよく最近流れてますよね。田中みな実かわいいわ。いやどうでもいいねこの動画。はい、床田選手です。はい、あ秋山選手だ。床田選手僕リアタイで使ってます。意外とねタイピンチが出た時打たれないんですよね。だからタイピンチ待ちみたいなところあるんですよ、床田選手って。えやば、コントロール、えコントロール悪いよ、どうした、ほいえやば、あうまい、ちょっと待って、うめえ方かなこの方、ちょっと引っ張り警戒しとこう、うめえ方かもしれん。よし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 、え何投げるな、高速スライダーやな、あミスった、許して、危ない、ここでストレート来ると思わせての高速スライダーね。はい来た、決まった、これは決まったよ、よし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 、ストレート張ってましたね。ねやっぱねストレートが動くっていう部分でストレート狙われがちなんですよね、床田選手、けどストレート投げていく、うん、どんなもんか、ストレートこの方どんぐらい打てるんかっていうのを試します。はい打ちますね、うん、これも危ないですよ。はい、マグヌス効果がなかったらこれ入ってましたからね今の。いやストレート打ってくるな、やっぱストレート張られると、オッケー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 、よしよしよし、だからいかにこういう時ってストレートを狙ってない時にストレート投げないかなんですよね。だから変化球変化球攻めで、もう1球変化球いってもいいぐらい、これタイピンチ出てほしいけど、よしよしよし、ほんでここで次ストレートなんじゃないかなって絶対思ってるはずなんですよ、そこを高速スキルで落とす、ボール球でもいい、これはよし。でここはね多分俺ストレート張ってないと思うんですよね、だからもう思いっきりボールゾーンからストライク、あ危な、狙ってたな顔似てなとこだ、えさあいきます、あ A ランクやな、えさっきの1位ってなんなん、なんか俺も1位やったけどどういうことなの、はい、あもう全然ストレート動かん、これホームラン打てそうやね松井稼頭央選手、はい次ストレートでしょ、もう思うた、入った入った入り申した全然入らなかった、分かってた当たった瞬間から入らんのはもう分かってました。さあ正尚選手、やっぱ松井稼頭央選手1番になったことによっ、え入んのこれ、ゲッツゲッツちゃえげついよ、ゲッツって言っちゃった、えげつい今のホームラン、かっこいい、これちょっと待って、もしかしたら宮西投手登板せずに終わるパターンかも、これ5点取ったらちょっと次の試合いきますね、いや多分5点取るなこれ、はいちょっと10割目指そう、次のマッチング10割っていう文字を見よう、打率10割勝率10割打率10割、あーボール球ミスった、あーさあ谷翔、はい2球で変化球来たんで次ツーシーム張ります、おお次もう1回ツーシーム張ります、あーまさか A ランク A ランクの千賀投手が一番打ちにくい説あるからね、ちなみに
ちなみにですよ、これ結構ね、あの A ランクの千賀打たれへんっていう方結構いるんですよ。千賀量マイナス1なんで、この千賀量マイナス1が結構打ちにくいんですよね。あ、変える、大丈夫、あ、OK。 さあここホームランで終わりなんで打ちましょう。さあ企画潰しの吉野選手です。はい、もうこれはね、企画潰してもらいましょう。次の試合行きましょう。宮西投手キリよくね、ホームランでツーシーム張ります。ボール、オッケー、ボール、はい、オッケー。さあ次はツーシーム来るでしょう、おそらく。おーっと変える、ここでまさかの変える。うわー、さっきか、変化量マイナス1じゃないな。わー、いいね。はい、ラスト何の球でしょう。おっと、ここでフォアボール。竹生さん行こうか。3400の左バッターの代打が欲しい。マジでもうそれだけ今一番欲しいの。次は来るでしょう、おそらくツーシームがね。ツーシーム多分狙われてると思って投げてこない戦法やね。あ、投げてきた、くっそ。いやー、これまたフォアボールちゃう。わー、うまい。次が勝負の1球になります。ここからは確実に狙っていきたい。やっちゃった。タンケ。はい、ということで先行ですね。相手の方がね、ちょっとあの打率7割ぐらいあったんで、もしかしたら対ピンチ背負う可能性があるんで、宮根翔士出せますね。で、これもしかしたら新しい球場じゃない、東球場じゃないこれ。え、すげえ、初めて、え、初めてここで戦います。僕すげえ感慨深い、感慨深い。あ、応援歌設定するの忘れた俺、松井選手の。さあ、喋っとらんで打ちましょう。入った、入れ。え、東球場フェンス高っ東球場フェンス高い。ストレート押しかな、超コントロールついてたな今。 OK、 よしよし。ちょっとね、あんまり攻撃が長すぎたらちょっとカットして、宮西投手動画時間ちょっと調整します。やはりそうですか。うわ、まぐれ。うわ、すげえな今の。ちょっと待って、先っぽに当たってもあんな曲がり方せんけどな、実際の野球。ちょっとあのなんか曲がり方がすごいね。入んのこれ。おお、これはちゃんと入った。あ、やばい、これ宮西投手登板できるこれ。これ相手のね、あの名前がリアタイ勝ちたいっていう名前やったんで、ちょっと申し訳ない。でも8点取りそうこれ。あ、ちょっと待って、諦め、ちょっと待って、これどうしよう、またもう一試合せなあかん。あ、はい、ということで、あの高校なんで、ちょっともう速攻つごうかな、これ宮西投手。どうやろ、告げるんかな、一人投げたら告げるのかな。さすがに宮西投手登板なしで終わんのはあれやからね。OK、なんか1回の途中から投げるとなんかちょっと、あ、やば、やったもんだ。なんか検証動画やってのモノバレになるんで、ちょっとそれはねさすがに嫌なんで、ちょっと2回から継ぎますんで、ここカット。セカンドに背負ったらいいよ、セカンドに背負わされたら。けどわざとセカンドを背負うような行為は僕はしないです。もう、おお、早いね、タイミングが、タイミングが早いあなたにツーシームさい、うまっ、入るんじゃんこれ。あ、やばい、二塁行く。あ、行った、すごう、もうすごう。ちょっと予定になかった継ぎ方ですこれは。さあ行きます。タイピン出るか、よしよし、強っ、見てこれ、えぐいで。でね、この辺からのスラーブがね、結構なんかみんなやってるみたい。うん、強い、えぐい。もう一回タイピン出る。あー、タイピン、ここなんよ、ここ、ここをどう抑えるか、マジで。これはね、僕はね、こうね、ギリギリになんか小さい方を投げるんですよ、よく。うん、ほんで、同じコースから大きいの投げると結構引っかかる。これストライク入ったらやばい。オッケーオッケー、ないぼ、こ、うわー、シンカー落とそう、シンカー。よしよし、ほんでですよ、これをね、ちょっとこれを振らしたい。よし、うわお惜しいですね、決まったと思いましたよって言ってますやん、里崎さんも。ほい、あ、落ちる、あー、取る、よし、いやー、強い。ちょっと待って、打撃カットするわ、ちょっと待って、出た、またまた出たよ、ツーシームない千賀投手をツーシームあるとずっと思い込んでリアタイやるやつ。いや、マジで言うと、マジなこと言いますよ、僕ね、あそこで5点取って、あ、宮西投手見れんかったっていうオチで終わらそうと思ってたんですよ。ミスった、予定ミスった、動画のオチミスった。これ普通に宮西投手通用しますで終わるやつはい、ワード。いや、ここで大事なとこはスタミナがまだ切れてないっていう点ですよ、宮西投手の。うん、宮西投手が強い点その2、スタミナがまだ切れてない。
え、じゃあこれゲッツーで終わらしたらちょっとちゃんちゃんで終わろうぜ。ゲッツ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 、あー、さあタイピン出るというね、最後の最後に、最後の最後にタイピン出してくれるこの相手の方は本当に鏡です、鏡です。はい、よっしゃということで宮西投手強いです、ありがとうございました。